様、こんにちは。西田川です。2020年9月の8日火曜日11時3分です。こんにちは。まもなく左方向です。ドライブの予習の動画、何番目だ、104番目かと思います。北近畿東洋華道の帰り道ご紹介するんですが、ちょっと難所越えを試してみようかと思います。なので北近畿東洋華道のだいぶ手前からやります。よろしくお願いします。はい、私の車両本日、大型トレーラー引き続きというか39万4482キロ走ってる大型トレーラーで大阪に向いて帰っていきます。およそ300メートル先右方向です。今まで国道9号線走っておったんですが、今から国道482号線ですね、山越えになります。これで豊岡の方に向かって抜けていきます。まもなく右方向です。今、村岡というところにいたんですけども、兵庫県かな、兵庫県上町村岡かと思います。新しいルートでご案内します。現在気温30度ですね。この国道482なんですが、北近畿豊岡道の現在の、終点になってます。日高神鍋高原インターチェンジ、あそこに、出てくるかと思います。おそらく16キロぐらいかな、距離が。問題はですね、今お客さんにも言われたんですが、そんなことせずに9号線で8日兵庫線で帰りなさいということだったんですが、言うこと聞かずに山道ゴリ押しで帰ります。私もね、5、6年前に一度通ったきりで覚えてないんですよね。で、前回通った時は大型トレーラーじゃなかったかもしれません。今日はちょっと大型トレーラーで走ります。もう帰り道荷物積んでなくて空っぽなんで、少々の無理が効くということで、通れるのか通れないのかちょっとそれを探りたいなということで、好奇心で走ります。こんなね、峠道くねくねしたところ走ってて事故でもすると、ね、会社にめちゃくちゃ怒られますよね。なんでそのとこ走ったんだみたいなことになるんですけれども、事故しないように気をつけていきたいと思います。もう最悪の場合、どうしても通れないような狭いところになってしまったら、この今まで来た道引き返すしかないですけどね。まあもう今日はあと安全に帰るだけなので、仕事に時間に追われてるわけじゃないので、まあどんな結果になろうと思うんですが、落ち着いて帰ろうかと思います。国道482、制限速度50キロとなっております。こんな道路なんですけどもね、交通量多いんですよ。やっぱ抜け道なんでしょうね。豊岡からこちらの村岡とか八北とか、あと温泉町ですよね、湯村温泉の方とか、そちらの方に抜けていく道の一つですね。これの一本、西川に県道4号線かな、4号やったと思いますけれども、道路の方が走りやすいかもしれませんが、道路はちょっと高速道路から遠いんですよね。私大阪への帰り道、北近畿東洋華道また走りたいので、今回はだから県道4号ではなく国道482を選びました。総武トンネル3000何百メーター、かなり長いトンネルのようです。まあこの左側はですね、歩行者とか自転車とか通れるんでしょうね。かなり広く1車線近く2メーターぐらいの幅あるんじゃないですかね、この歩道みたいなやつ。制限速度は50キロ。
型トレーラーで通っておりましても圧迫感あまりありませんね。トンネルもそんなに古臭いボロっちいトンネルっていうよりは、この地面もね、あのガタガタボコボコしてるっていうよりは結構綺麗だなと、新しくできたのかっていうような感じもしますけどね。どうなんでしょう、そんなに古く感じないんですけど、八岡の八岡氷ノ線から村岡までだいたい20キロ少し、21、2キロあるかと思うんですけれども、まあ、それを素直に9号線で帰った方が近いし早いしということなんですけども、ちょっとこの道もね、あの使い道にないわけじゃないので、大型トレーラーでもあのしんどくないのかどうか、ちょっと実際に走ってみないとわからないというか、途中でね、あの大型車通行止めとか言って看板出てきてしまうと引っ返すしかないんですけれども、通れるのか通れないのかちょっと確認のつもりで走りたいんですよね。ですので今回の動画は、北近畿豊岡道の帰り道、今現在できておりますあの日高神鍋高原というインターから舞鶴若狭自動車道の春日インターまで全区間ですねお伝えするという、その北近畿豊岡道が本来の目的なんですが、ちょっと私個人的には今走っておりますこの一般道、これがどれぐらい使い道があるのかなと、時間を計りながらですとか、まあ、そういったつもりで走っていきたいと思います。こんなところね、前からも大型トラックとか大型トレーラー来ないでしょう、通らないんですよね、あの通れるかどうかわからないというか、あの難所だということで、ヘアピンカーブみたいな、はみ出ないと曲がれないみたいなところがいっぱいあるからやめておけみたいな、そういうことをね、あの先ほど荷下ろしに行ったお客さんがあのやめといたらわっていうことで言ってたんですけど、なので地元の車なのかな、この軽自動車とか多いですよね、トラックとのすれ違いってなかなかないかと思うんですけども、あえて通れるのか通れないのか調べたいと思います。1台2トン車みたいなのが前いますね。はい、豊岡市に入りました。豊岡市、もう豊岡市日高町です、住所的にはそうなっております。このままの広さでね、こんなまっすぐな道であのインターチェンジまで行けるといいんですけれども、あとそうですね、これ4トン車やな、4トン車もいますね、行けるんじゃないかな、もう4トンが行けるんだったら大型トレーラーも行けるかみたいな、まあそんな感じです。まあ大きさはちょっと全然違うんですけども、平和ですよね、今こんだけ平和なんがちょっと不気味ですよね。私ね1回は通ってるんですよね、どんな道かも忘れてしまったから思い出すために今日走ってるんですけれども、とはいえこんな無事で済む感じじゃなくて、これからが本番というか、行けば行くほど難所になるみたいな、そんなイメージだったかと思います。坂道もねちょっと荷物積んでると登らないぐらいの坂道だったんじゃないかなみたいな、そんな記憶が嫌な予感なんですけども、看板見えてまいりました。伊豆市国道312と書いてますね。素直に行けたらいいんですが、どうでしょうか、この山の向こうがどうなっているのか。
ばかりに囲まれております。農村なのかな、家は結構あるみたいですね。バカにしてるわけじゃないんですけどもね。ああ、キャンプ場とかそんなんが多いのか。なるほど、キャンプ場とかスキー場、そしてゴルフ場、もう観光地ですね、要するにね。神鍋高原という道の駅まで来ました。民宿もあるもんな。こんなとこ泊まって何すんねやろ。神鍋高原の道の駅、なんか野菜かなんか買って帰りたい気もしますが、今日はちょっと通過します。あー、やっぱこんなんやな。こっから先やっぱり難所になるかもしれませんね。上り下りがどうかな。あとカーブがくねくねがだいぶしんどいかもしれないな。焼きそば、なんか過ぎたな。カーナビを見る限り、これはちょっと対向車かなり注意しないといけませんね。あ、まさか大型トレーラー前から来ると思ってなくて、バンバン、なんなら軽自動車でもはみ出しながらコーナリングしてくるのかなみたいな。こちらははみ出ずに曲がれるのかどうかもちょっとわかりませんが、今のところ大丈夫ですね。はい、トントン車みたいなトラックもすれ違いました。大丈夫です。あいつが行けるんだったら多分大丈夫でしょう。あー、きついな、この一番きついカーブ。このうわ、ヘアピンやな、ここ。これはさすがにはみ出ないときつい。いや、大丈夫です。踏むだけで曲がれますね。はい、大丈夫でした。大型トレーラーでも線踏むぐらいでなんとか曲がれます。対向車線突っ込まなくても大丈夫でした。大丈夫なんですけど、後ろがね、どうしても内輪差がかなり大きいので、やっぱ線踏んでしまいますね。対向車で大型トレーラーが同じように来た場合、ちょっと危ないかなと。まあ、好き好んでこんなところ走る大型トレーラーが何台いるかっていう話ですけどね。確かにきついが曲がれるんだよな、これ。はみ出なくてもこうやって。大丈夫そうですね。お客さんにね、かなりトレーラーはやめておけということで、かなりビビらされたんですけども、そんなに
今のところ大丈夫です。もうこれ以上ひどくなってもまあタイミングを見計らって対向車に気をつければ曲がれないことはないのかなという、そんなつもりで引き続き走っていきます。もう15分ぐらい走ってきたかなこれ。なのでもうそろそろ高速道路乗れるのかなみたいな、甘いかな。されてない場合、冬場雪が積もってしまうと、朝一番夜中通ったりする場合ですね、雪かき の車が来る前ですと雪積もったままで通れないっていうことがあるかもしれません。朝7時8時回ってからじゃないとまだ雪かき来てないのかみたいなことでタイヤチェーン巻いてるけど通れないみたいなことがあるかと思います。真夜中に山越えするときはこういう水が出る設備があるのかどうか調べておかないと、ないところですと雪かき24時間されてない限り通れないわみたいなことがあるかもしれません。あ、ここ中学校あるんだ。日高西中学校前という交差点でした。左手に中学校、うわ広いな、土地が有り余ってんねやろな。校舎よりもグランドがすごくでかい。道幅がかなり狭くなりました。これだけ狭いのに制限速度50キロで大丈夫か。この辺はそういう風になってないんですよね。さっきのところだけか。あそこは通れてもここは通れないとかいうことあるのかな。ようやくカー
ナビの方変化がありました。 3.8 キロ先を右折とか書いてます。 3.8 キロ先に、日高神鍋高原インターチェンジあるのかな、どうかな。このカーナビデータが古いので日高神鍋高原のデータが入ってないんですよね。さっき通ったんですけど、豊岡から村岡行くときにね、北近畿豊岡の看板が出てきたな。幅4メーターこれを右曲がると幅4メーターで狭い道、まっすぐ行く分には問題なし。例えば私のこの大型トレーラー、幅が2メーター50ございます。前から大型トラックが来ますと、それも2メーター50とすると、2メーター50、2メーター50で5メーター、まあ、ぶつかりながら、擦りながら離合するとしても5メーター必要と。5メーター10センチでも5メーター20センチでもちょっと5メーター以上の幅がないと大型車同士はすれ違えないんですけれども、さっき4メーターと書いてましたから、ね、前から1メーター50以上の幅がある車が来ますと、軽自動車とでもすれ違い無理なんじゃないかな、どうか。軽自動車やったらすれ違えるのか。地点国道9号線でした、まあ、湯村温泉や村岡方面、まあ、八北のスキー場でもいいですよ、あの辺りから、豊岡の方に国道312の方に、伊豆市の方に例えば抜けていく時などに、この道も選択肢の一つとしてありますよぐらいの感じですね。おすすめはしませんけどね。例えばお昼ご飯で伊豆市でお蕎麦を食べたとして、で晩は夜は湯村温泉で民宿なり旅館なり泊まりますよっていう時に、伊豆市の方から、まあ、反対向きですよ、私が今走った道のね、伊豆市の方からその湯村温泉の方に降りていくとか言っても、まあ別にこの道じゃなくてもいいんですけどね。そんなんするぐらいやったらっていうか、その伊豆市のもうちょっ と隣っていうか、なんだ、久美浜とかあんなもあるし、霞か、そうだそうだ、霞 の港で、まあ、カニとか食べて、でそれの帰り道で、帰り道じゃない、昼間にカニツアーかなんかやって、で晩に湯村温泉泊まるとか言うんだったら、この道じゃなくて、さっき少しお伝えしましたように、県道4号線っていうのがちょうどね、霞インターっていうのがあるんですよ。山陰近畿道やったかな、あれは。まあ無料区間なんで、有料道路ではないんですけれども、高速道路みたいなやつができてるんですよ、バイパス道路みたいなやつが。あれの霞インターがちょうど4号線のところ走っておりまして、およそ700メートル先右方向です。700じゃない、これだ、騙されてはいけない。やっぱりカーナビ古いんでね、700メーター先行くと国道312を走れっていうことだったんですが、違います、これです。日高神鍋高原インター入り口8分になりました。村岡から、約30分かかってないか、25分ぐらいか。まあ難所と言いましても、一応大型トレーラーも通れるということで、
隣交差点別にはみ出さなくても線踏むぐらいは踏むんですけれども、まあ走れないことはないなみたいな感じでした。はい、北近畿東洋街道入ってきます。舞鶴若狭道の方に向かって走っております。キロポスト、キロポスト、分からへん、新宿トンネルですね。 1400m ぐらいかな。キロポスト、何キロポストぐらいかな、10キロポストぐらいかな、この辺り増えていきます。71キロあたりがインターかと思います。なのでこの辺がもし10キロあたりとすると71キロでしたらあと61キロ走るということです。まあ私のペースで約5、60分というところですね。まあ、制限速度守りながら走って5、60分で舞鶴若狭道に33°C ですね。キロポストが 13.8 ですね。朝倉宿並トンネル 560m、 13キロほどなのであと58キロぐらいですか。この読み上げていくキロポスト、どんどん増えていきます。今現在日高神鍋高原までしか道路が開通してなくてですね、その先っていうのがまだ今工事中なんですけども、まだ出来上がっておりません。今工事されているところが開通しますと0キロポイントっていうのが出てくるかと思います。はい、矢部市に入りました。 14.6 キロポスト、11時30分、八日兵の線インターまで7キロ、和田山インターまで20キロ、バンタンド、ちょっと全部読めなかったですね、ごめんなさい。はい、間もなく15キロポスト、11時31分。成形トンネル183メーター。はまあ1キロぐらいしかございません。なので譲ってもらってる追い越しをかけてる車っていうのはこの譲ってる車とずっと並んだまま走らずにさっさと抜いてあげてくださいね。こうやってあの元に戻れなくなると進路妨害ですよ。はい、16.2キロポストあたりですね。今三谷トンネル 2810m のトンネルです。この辺りも新しくできた区間なので、まあ、比較的トンネル新しいですよね。幅も広い、屋根も高い、そして照明も明るい。で、まあ、下の道路もガタガタしてないっていうかね、比較的新しいかと思います。これがどん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 あの笹山の方というかあの春日インターに向かって
このまま進んでいきますとどんどん道が深くなっていきます。ガッタガタガタガタしてくるんですよね。今では北近畿豊岡道をメインにお伝えするということで、まあ、そういうつもりで動画作ろうというつもりだったんですけれども、今走ってきた国道48にあの国道を走れただけで、まあ、私としては大きな収穫がございましたということで、もうこの辺で動画切りたいなみたいな感じですけども、まあ、北近畿豊岡道最後まで行きましょうか。私個人的には、まあ、この道路はしょっちゅう走るんで別に大したことないんですけども、先ほど走りました482という国道は、まあ、よっぽどのことがない限り通らないので、大型トレーラーでもちゃんと通れますということが分かったという、確認できたということで、21.1 キロポストを超えて八日氷ノ山インター出口、 21.3 キロポスト八日氷ノ山インター出口、11時36分になりました。八日氷ノ山インター降りますと国道9号線です。新しいルートでご案内します。この北近畿豊岡道は国道番号483です。483号線、八日トンネル 100本以上作ってるんで、以前通ったところをおさらいというか重複して走ってるんですよね。この北近畿豊岡道ももう2回も3回も私の動画で
ご案内してるんですけれども、まあ、過去の動画をご覧くださいというよりは、まあ、改めて、ね、年月が経ってみて今日現在は工事してこんな風になりましたよとか言って道路地上がどんどん変わっていったりすることもありますので、上書き上書きでどんどんやっていきます。基本的にはこのようにね、倍速で省略しますとかいうことをあんまり編集せずに、もう等速同じ速度で実際に走ってる速度でそのままやりますので、 YouTube でご覧になる際に再生速度を変えることができるんですよね。お時間のない方は1時間の動画とか見るの大変だなという方は2倍速とかにできるんで、まあ1時間の動画でも2倍で見ますと30分で見れたりしますので、まあ、そういった使い方ももしよかったらお試しください。はい、長いトンネルを抜けます。気温33°C です。25キロポスト11時40分。2020年9月の8日ですね、火曜日です。もう夏は明けたんですが、つい先日9月6日あたりですか、台風10号が非常に激しい大きな台風が九州を抜けました。で、昨日あたりもちょっと台風抜けた後なんですが、まあ、九州に上陸した台風が通り過ぎた後なんですけれども、まあ、この辺りとかでもですね、非常に暴風圏内に入りまして、先ほど立ち寄ったお客さんのところもなんか看板が飛んでしまったということでおっしゃってました。旗トンネル 1810m です。看板が吹き飛ばされてすごく怖かったんだという話されてましたけどもね。この北近畿豊岡道も私朝来るときですね、こちらの方に豊岡に向かって走ってるときに桜の木かなんかが枝がバキッと折れて道路に落ちてるっていう、まあ、そういうのを見かけました。まあ、台風であったり地震であったり、まあ、大雨の後ですとかね、土砂崩れとか、まあ、木が倒れてたりとかそういうことがあるかもしれないので十分ご注意ください。走ってる区間は、無料区間です。高速道路みたいに見えますが有料道路ではございません。はい、気温32°C です。岩トンネル 1470m。 先日、2020年の8月の末ですね、8月20何日だったかちょっと忘れましたが、安倍晋三内閣総理大臣が、持病悪化のため総理大臣を辞職辞任なさいました。ということで、
まあ、空席になってるのかな、総理大臣は。まあ、あとすぐその新たな自民党の総裁選挙が行われているかと思います。菅さんと岸田さんやったかな、政調会長と、で石破茂さんと3人ぐらい立候補されてたかと思います。でこのトンネルの名前石破トンネルって言うんですけども、先ほどこちらの方豊岡の方に向かって来るときに石破茂さんの話ちょっとしてたんですよね。全く関係はございません。はい、31度 C です。朝5時に入ります。 29.7 キロポスト、和田山インターチェンジまで5キロ、北近畿豊岡の丹波まで37キロ。はい、30キロポスト超えました。11時44分。はい、追い越し区間あるんですけども、こうやって1キロぐらいで終わります。また右側車線がなくなります。1台無理やり来るなこれ。矢印で出てもこう狭くなってる時にもう無理やりねじ込んでくるのやめてくださいね、危ないので。31キロポストです。11時45分。大比べトンネル1490m。 北近畿豊岡道はこの山をズドンと抜けるような、道路になってますので、もうトンネルばっかりです。で、そのトンネルばっかりなんですけども、その中の一つ遠坂トンネルというところが、あの区間だけ有料道路になっております。料金所もございます。もう3キロほど進みますと和田山インター出口あるんですよね。和田山インター出口降りることもできるんですが、和田山ジャンクションということで万丹道っていう道路に入ることもできます。万丹道を走りますと中国道山陽道を越えて、まあ、姫路バイパスが、まあ、終点になります。姫路バイパスが0キロポイントかと思いますが、そちらの方までつながってますので国道2号線ですね。姫路市街地の方に降りていくこともできます。その和田山ジャンクションが2キロ先、33キロポストですから、和田山ジャンクションは35キロポストあたりということになりますね。11時47分です。かなり下り坂きついな。はい、看板見えてまいりました。和田山インター出口 1.5 キロ先、万丹道朝子姫路と書いてございます。はい、平田トンネル
この辺りはね、ちょっと川細くなっております。まだ上流なのかな、どうかな。およそ300メートル先、斜め左方向です。万端道で帰るっていうふうにカーナビは案内してますけれども、このまま行きます。まもなく斜め左方向です。はい、和田山インター出口35キロポスト11時48分になりました。およそ700メートル先、有料道路入り口です。新しいルートでご案内します。左からの合流、和田山インター入り口からの合流、 35.6 キロポストで合流いたします。11時49分、制限速度引き続き、70キロです。この坂登りますと、登り切ったあたりに、パーキングエリアがございます。お食事するところもあるし、お買い物するところもあります。はい、36キロポスト1キロ先に田島のまほろばという、道の駅がございます。まあ、産地直送というかね、この辺で採れたような野菜ですとか、卵であったり牛肉であったり、いろんなもの売ってます。お米も売ってます。まあ、私もよく利用します。卵かけご飯するのに おいしい卵が売ってるので、そんなん買ったりとか、あと椎茸とかトマトとか、あんなんもすごく立派なのが安い値段で売ってたかと思います。田島のまほろばの、パーキングエリアです。37キロポスト11時50分。以前は使えなかったんですが、今現在はクレジットカードご利用になれます。現金でしかお買い物以前はできなかったんですけれども、今はもうカードも使えて大変便利ということで、もしよかったらご利用なさってください。地酒とかも売ってたかな、あと干物とかも売ってたかな。あんまりこういうところ寄ると衝動買いしてね、お金じゃんじゃん使ってしまうので、あんまり寄らないようにしてるんですよ。はい、38キロポスト本日はですね、まあ、寄りたい気持ちは山々ですが、ちょっと撮影を理由に素通りしました。関東まで2キロ、遠坂まで8キロ、舞鶴87、大阪118となっておりました。 38.4 キロポスト。だけ有料です。また遠坂トンネル過ぎますとまた無料になります。まあ、私としては全線有料、もうここも高速道路みたいにしてくれて有料になってもいいだろうから、せめて片側2車線で作ってほしいなと思いますけどもね。ポスト。およそ700メートル先、有料道路入り口です。
まあ、全長で72、3キロあるのかな。でその大半が先ほど来通ってきたようにトンネルが多いんですよね、この道は。なのでもう1車線ずつ広げたいんだということになると、またトンネルをだいぶ掘らないといけなくなるから、ちょっとお金がかかりすぎてそういう工事はしてくれないのかなみたいな気もしますけれどもね。三島出口、三島インター出口降りますと国道427号線に出ますね。譲り車線に入りますが、この譲り車線1キロもないんですよね、多分ね。短いんでさっさと追い越してほしいんですが、この私が走ってるこの譲ってる方がこっちがなくなるんで、注意してください。右に並ばれると行き場を失うので、追い越しの方はなるべく早く抜いていただきたいんですけど、左から三島インター入り口、この合流が 41.5 キロポスト11時54分、はい、なくなりました。譲り車線終わり。ここから制限速度50キロです。もう料金所が400メーター先なので、制限速度50キロです。はい、さらにその先から40キロに制限されます。ETC ご利用になれます。大阪トンネル料金所、この途半車線と書いてますが、これ 100m、200m ぐらいしかないので、もうこれ道譲ってしまうと戻れなくなってしまうので、このまま行きます。はい、途半車線終わり。遠坂まで4km、遠坂トンネル 2585m です。ここからトンネル6連続ぐらいございます。 42.9 キロポスト11時55分遠坂トンネル、このトンネルは有料区間のトンネルです。この道路、北近畿豊岡道国道483号線、これはこの区間、有料区間はね、遠坂トンネル有料道路っていう名前やったかな、ちょっと名前が一瞬変わるんですよね。まあ先ほど夜分のあたりですとか8日のあたりですとか、あの辺走ってた時のちょっと綺麗な、もうちょっと圧迫感のない広い道幅も、もうちょっと広かったですよね。そしてもうちょっと明るかったような、まあそういった感じでなく、ちょっと古いっていうかボロっちい感じするでしょう。まあこのトンネルがあるおかげでね、和田山も結構スムーズに行けるっていうことで、大事なルートになってくるんですけど、2585m やったかな。長いトンネルの割にもう先っちょ明るくなってまいりました。もう抜けてしまうのかな。はい、これで遠坂トンネルは終わりそうですね。はい、丹波市に入ります。遠坂まで1キロ、427
7号線ここ の, あの遠坂トンネルの有料区間お金払いたくないよっていう方は3島で降りて国道427号線えっちらおっちら来ると遠坂はもう同じ427号でつながっておりますので、まあ、この辺りからもう一回乗り直せばいいのかなっていうふうに思った場合入り口があるんかなどうかな出口はあるけど入り口はないとかそんなんですと乗れないかもしれないしあと427号線はあの大型トラックはとりあえず途中までしか通れなくて多分通り抜けられないんですよねトラックの方はご注意ください看板に大阪とか西脇とか書いてますけれども西脇の方まで大型トラック多分通り抜けられないかと思います有料道路終点と書いてございました47キロコースと11時59分ですを入れずにこっから6つあるみたいです和田トンネル 300m48 キロポスト12時ちょうどになりました気温31度 C です制限速度は70キロ3キロ、氷上まで13キロ、舞鶴74、大阪が104、岡見トンネル240m です。トンネルを出て51キロポスト、12時2分。トンネルあと2つですね。中佐治トンネルが340m。
垣まで 2.4 キロ。連続のトンネル最後の一つ、沢のトンネルが 320m です。制限速度70キロの道路ですが、今現在工事しておりまして、50キロに速度が規制されております。左、なんかこの壁、これ土砂崩れかなんかかな、なんだろう、壁が立ってますけどね。はい、ここからまた70キロに制限速度、およそ2キロ先、有料道路出口です。制限速度70キロに戻ります。53キロポスト、遠坂出口あったんですが、入り口はなかったんで、3頭で降りられた場合、この青垣まで次乗れないですね。国道427でずっとここまで来るとどれくらいの時間かかるんだろう。有料道路、お金ケチらん方が良さそうですね。およそ1キロ先、有料道路出口です。青垣行った出口は、道の駅青垣というのが、向かって右手にあるのかな。この出口出られて向かって右手に何百メーターか行ったらあるかと思います。まもなく有料道路出口です。区間あったんですけれども、1台も追い越してこないですね。まあ、私のペースに不満がないということでしょうか。いつもだと無理やりね、もうこれ狭くなり、矢印が出てこう狭く なってるのに、ここでまだ突っ込んでくるかみたいな、そういう無茶な車多々あったかと思うんですが、ね、そしてあとこの北近畿東海道は煽り運転のメッカみたいな場所で、私嫌いな道路だったんですが、2020年6月でしたか、煽り運転厳罰化ということで、法律が変わりました。もう煽り運転ということで、捕まることはあまりないかもしれませんが、一度捕まってしまいますと、25点以上減点されてしまうので、免許が一発でなくなりますので、煽り運転なさらないようにお願いいたします。氷上まで8キロ、春日まで15キロ、舞鶴69キロ、大阪が100キロです。56キロポスト、12時6分。馬栗なんていうの、炭のトンネル、馬栗炭のトンネル360m。新しいんかな、どうなんやろ。 56.7km ポスト超えました。左手が川沿いなんですけれども、川沿いにずっと桜の木が何キロにまた延々と植わっております。これ春走ると、桜の季節走るとずっと桜がしばらく続くんですよね。まあ、見応えありますけれども
近畿豊岡道国道番号483です。483号線。
ですと。まもなくですね、春日インターで舞鶴道に入ったあたりで動画終わろうかと思います。あと5分ぐらいで動画終わります。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。2020年の9月の8日火曜日、本日現在私のチャンネル登録者数170名ぐらいかな。目標1000名です。あと900ぐらい欲しいですね。よろしくお願いいたします。石材トンネルが左に行きますと舞鶴、右に行きますと大阪っていう風になってるかと思います。舞鶴若狭道の36キロポストあたりかな、春日インターは。でそのキロポストっていうのは中国道横川ジャンクションから0キロポイントになってますので、大阪の方に向かって走るとどんどん数字が減っていって最後ゼロになって中国道に入るっていうことです。舞鶴敦賀方面に行くと数字どんどん増えていきます。はい、ここが70キロポスト、12時18分19分になりました。およそ700メートル先斜め右方向です。これ多分ね、一番右に寄らないといけないんですよね。およそ300メートル先、斜め右方向です。はい、ここから制限速度50キロ、70.7 キロポスト、70.8 キロポストあたりで春日インター出口です。私は舞鶴若狭道で大阪に帰りますので、春日インター出口は降りません。およそ300メートル先、北近畿東岡道 71.1キロポスト、71.2キロポスト、はい、春日インター、ここから舞鶴若狭道 71.2キロあたりで舞鶴若狭道に切り替わります。左が舞鶴方面、右が大阪広島方面です。
ました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。もう間もなく終わります。制限速度80キロです。36キロほど先に、中国道横川ジャンクションがございます。30分ほどで中国道に入れるかと思います。はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。